今回は日本のネット上の一部でも話題になっていた2018年世界寄付指数の調査結果からです。この調査はチャリティー団体の英国慈善支援財団が行ったもので、144カ国を対象に寄付指数、寄付金額指数、人助け指数、ボランティア指数の4項目を数値化して発表しています。そのうち日本は人助け指数の項目が 23% で144位中142位という最低水準の評価に。なお人助け指数のトップ5は上位から順にリビア、イラク、クウェート、リベリア、シエラレオネでした。この調査結果に来日経験のある外国人からは異論が噴出しています。寄せられていた反応をまとめましたのでご覧ください。